どうも皆さんこんにちは、キーボイスの宇多田です。今回なんですけど、大橋トリオから学ぶ超おしゃれな天井テクニックを徹底解説していきます。大橋トリオの楽曲はほとんどアコースティック、いわゆる生ドラム、生ピアノ、アコギなど電子楽器を使わず、どれも超おしゃれな雰囲気のある楽曲ばかりです。しかもささやき声のような甘い歌声で心にグッとくるメロディーライン、もうね、一度聴くとメロメロになってしまうこと間違いないです。そんな大橋トリオなんですけど、実は天井テクニックがとにかくすごいんです。今回は大橋トリオの転調テクニックを紹介していきます。今回題材にする曲は東京ピエロです。この曲は平井堅とコラボした曲で、大橋トリオの楽曲の中で1位2位を争うぐらい大好きです。実はこの東京ピエロでは数多くのテクニックを用いた転調が行われています。ぜひ皆さんもこの転調のテクニックを知っていただいて、日々の楽曲制作に活かしていただきたいです。今回の流れなんですけど、まず原曲に寄せたデモ曲を流しますので、曲の雰囲気を確かめてみてください。その次に東京ピエロで使われている4つの転調テクニックを紹介解説していきます。なので今回は転調させるとき、いつも定番の方にハマったコード進行になってしまう、もっと転調のバリエーションを増やしたいという方に必ず見てほしい内容となっています。ぜひ動画を最後まで見ていただき、ご自身のスキルにしてください。このチャンネルでは作曲、アレンジ、ジャムセッション、キーボードに役立つ情報を面白、分かりやすく発信していますので、ぜひチャンネル登録を、そしてこの動画がいいなって思ったら高評価お願いします。それではレッツミュージック。はい、この東京ピエロいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃいい曲ですよね。ぜひ原曲の方聴いていただきたいです。さて、イントロから1サビまで聴いていただきましたが、何回転調していたと思いますか。実はそれぞれのセクションで転調してたんですよね。イントロはキー Dm、 そして A セクションはなんと D メイジャーと F メイジャーの繰り返しです。そして B セクションでは B メイジャー、そして B フラットメイジャーに転調してます。で、最後のサビなんですけど、 B フラットメイジャーで一瞬 G メイジャー、そしてまた B フラットメイジャー、めちゃくちゃ転調してますよね。ですが全部が全部同じ転調の仕方ではないんです。ということで今回は特に特徴的な転調テクニックを3つ紹介します。1つ目、ピボットコードを用いた転調。2つ目、半音上のセブンスコードを使って転調。そして3つ目、ドッキリ6度メジャーに部分転調。この3つの転調テクニックを紹介します。そして番外編として2-5の後にシャープ4マイナーセブンスフラット5を入れるといった面白い形のものがありましたので、そちらも紹介していきます。それでは1つ目のピボットコードを用いた転調、 A セクションにフォーカスを当てていきます。この A セクションは D メジャーからなんとキー F メジャーへと転調しています。まず D メジャーのコードが D メジャー、 A、 ここまで D メジャーで、次 A、
D メジャー。この A セクションのコード進行の中で転調のきっかけとなっているコードは Gm7th。 この Gm7th が実はピボットコードとなっているんですよね。ピボットコードとは現在の調と転調後の調、この2つの調で共通しているコードのことを言います。このピボットコードを用いるとドミナントコードを用いらなくてもスムーズな転調ができちゃうんですよね。ピボットコードについてはこちらの動画で詳しく解説していますので、もっと知りたい、気になったという方はぜひご覧ください。今回のピボットコードの機能は D メジャーから見た Gm7th はそして転調後の F メジャーから見た Gm7th は2度マイナーとなります。なのでこの Gm7th はピボットコードとして架け橋となっていると言えます。さらにその後 Gm7th、まあ、キー F になった後こういうふうに2-5-1のように形作ってますよね。キー D メジャーから見るとキー F メジャーは同主調の平行調という関係性になります。そしてその逆でまた A の頭のコード D メジャー、 F メジャーから D メジャー、このように戻ってくるので F メジャーから D メジャーの関係性は平行調の同主調と言います。この同主調の平行調、またその逆の平行調の同主調、これらの転調のことをまとめて単三度転調というふうに呼ばれています。なのでピボットコードを活用するとスムーズかつおしゃれに単三度転調をすることができちゃうんです。ぜひね、このコード信号を手に入れたい場合は真似をしてみるところから始めてみましょう。それでは2つ目のテクニック、半音上のセブンスコードを使って転調する、これ B セクションに注目してほしいです。 A セクションから B セクションに移るところなんですけど、 A セクションの最後は F メジャーで終わってます。で、この F メジャーから、B メジャーに転調してるんです。この転調するきっかけとなったコードは F シャープ7th sus4。 これは B メジャーに行くためのドミナントコードですね。この半音上のドミナントコードを置いて転調するという手法は定番の型のような感じがしますが、実はこれ全く別物なんですよね。そのポイントとなっているのが転調前のキーです。それでは定番のドミナントセブンス、こういったものになります。で、今回紹介しているテクニックなんですけど、で1回トニック1メジャーに解決します。で、このトニックの1メジャーを弾いた後、半音上の音をルートとしたドミナントセブンスコードを使うことによって全く異なる調へ転調することができます。もう1回響きを弾いてみますと 2-5-1 メジャーで、このルートが半音上上がって、この転調のテクニックを使うとキーがだいぶ離れたところに着地するので、曲作りでうわなんだこれというふうに驚かせたい場面で活用することができます。ですがこの注意点として、かなり違うキー、もう全く違うキーになります。全然近くないです。なのでメロディーラインが注意が必要となります。そして最後の転調のテクニック3つ目、ドッキリ6度メジャーに部分転調。これサビセクションにフォーカスを向けてみます。サビセクションは基本 B フラットメジャーなんですけど、ここの部分この G メジャーの部分だけ転調しています。この G メジャーは本来 B フラットメジャーから見ると G マイナーになっているものです。B フラットメジャーのダイアトニックコード6度マイナーですね。
なのでコード進行もこのコード進行だと、まあ、至って普通のコード進行となってますね。ですがこの6度マイナーを6度メジャーこうすることによってキーが一瞬不安定になるんですよね。これすごくいい意味で浮遊感を出すことができます。この浮遊感がおしゃれには欠かせない要素となっています。でこの G メジャーに転調した瞬間っていうのはたったの1小節なのでこれを部分転調と言いますね。この6度メジャーにすることはすごく勇気のいる行動なんですけど、まあ、ぜひね曲作りコード進行を作っている時に6度マイナーを着地地点とする場合は勇気を振り絞って6度メジャーにしてみてください。この一瞬にしてかなり雰囲気を変えることができます。ぜひね試してみましょう。そして転調のテクニックは紹介を終えたんですけど、番外編として2-5の後にシャープ4マイナー7フラット5このコードを入れるテクニックを紹介します。これ同じようにサビセクションで使われているテクニックなんですけど、コード進行がここですね。さっきやった G メジャーの後のこの Em7th flat 5が Sharp4-7th flat 5という風になります。この Sharp4-7th flat 5は1度メジャーや4度メジャーの代理コードとして使うことができます。例えば2-5-1で1の代わりにこの Sharp4-7th flat 5このコードに置き換えることができます。キー Bb メジャーの2-5-1このシャープ4マイナー7フラット5は調整感を保ちつつ雰囲気をかなり変えることができる超重宝したい便利なコードとなっています。このシャープ4マイナー7フラット5はジャズなどでもよく使われているテクニックです。またポップスでもサビセクションって2回メロディーが繰り返されることって多いんですけど、その2回目の繰り返しの時に、まあ、今回のようなシャープ4マイナー7を置き換えて一回し目とは違った印象を持たせるっていうテクニックとして使われることが多いですね。この番外編として紹介してるんですけど、これめちゃくちゃおすすめしたいコードなのでぜひ使ってみてください。はい、ということで今回は大橋トリオから学ぶ超おしゃれな転調テクニックを徹底解説という内容でお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、今回のおさらいなんですけど、1つ目がピボットコードを用いた転調、2つ目が半音上のセブンスコードを使って転調、そして3つ目ドッキリ6度メジャーへ部分転調、そして番外編としてシャープ4マイナー7フラット5これを2-5の後に入れてみる、これらを紹介しました。まずはお試しに、まあ、今回東京ピエロで紹介したテクニックの箇所のコード進行を真似してみたり、まあ、ディグリーネームも一緒に紹介しているので、そのキーに合ったコードに置き換えて実験をしてみてほしいです。実際に音を出してサウンドを確かめる方が断然楽しいです。最初は直感でいいので、この転調の仕方が好きだと思った今回紹介した転調のテクニックをぜひ実験してみてください。そして今回はかなり噛み砕いて紹介したのですが、もっと深いったおしゃれなサウンドのするボイシング、各コードで活用できるスケール、おしゃれなメロディーラインの作り方など、本気で音楽スキルを身につけたいという方は僕のパーソナルレッスンがおすすめです。動画内で紹介しきれないテクニック、加えて作曲やアレンジにフォーカスを向けた実践で役立つ遠回りしない音楽理論を、まあ、僕の持っている全ての知識やスキルを丁寧にレッスンしています。ぜひ興味のある方はこの後に流れる動画をご覧ください。ということで今回は以上です。この動画が少しでも皆さんのお役に立てる内容となっていたら僕は幸いです。ぜひコメント欄に今回の動画の感想や応援メッセージなどを書いていただくとすっごく嬉しいです。楽しみにお待ちしています。ここまでご視聴いただきありがとうございます。僕のチャンネルでは楽器や音楽ジャンル、その熟練度を問わず、いろんな方にできるだけ分かりやすく、音楽の楽しさや面白さをお伝えしています。もし、これから本気で音楽を学びたい、おしゃれでかっこいい音楽を作れるようになりたい、セッションに参加できるようになりたいという方は、僕のオンラインレッスンがおすすめです。僕のオンラインレッスンでは、画面共有機能を使って、生徒さん一人一人に合わせた譜面をリアルタイムで作成、解説します。もちろん、作成した譜面は無料で受け取れます。音を直接見ることによってより理解が深まることは間違いありません。さらに録画機能を使ってレッスンの見返しも可能です。受け取った譜面を照らし合わせながらレッスンの復習を行います。そして対面レッスンでかかっていた移動時間や交通費などのコストを大幅に削減できます。ご自宅からはもちろん世界中どこからでもレッスンを受講できます。現在僕の生徒さんの中には
音楽をやったことがない未経験者の方から作曲家さんやキーボーディスト、またはギターやドラム、ベースといったキーボード以外の楽器の方まで様々な生徒さんがいます。僕の YouTube チャンネルにある動画をご覧になって少しでも気になった方は、まずはお試しに体験レッスンからご検討ください。レッスンの詳細やお申し込み、お問い合わせについては僕のオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。そしてあともう一つあります。絶賛配信中の無料メルマガ講座では、今流行りのコード進行から定番のコード進行までなんと30個以上紹介しています。音楽理論を交えたボイシング解説もしていますので、より深くコードについて勉強することができます。こちらのメールマガジンは無料で登録できますので、僕のオンラインレッスンにご検討中の方や作曲やアレンジにお困りの方はぜひ登録してみてください。皆さんのご連絡を楽しみにお待ちします。それではまた次の動画でお会いしましょう。